この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊の提供でお送りいたします。ワインさんリスナーの皆さん、こんにちは。毎週火曜日の午後6時よりお送りいたしております、ワイン&子どもど真ん中プロジェクト。この番組は千住から世界に発信、シーウェーブからお送りいたしております。この番組へのご意見ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。千住アットマークシーウェーブドット JP、 こちらのメールアドレスにお送りください。最初にワイン&子どもど真ん中プロジェクトと宛名をご記入いただきますと助かります。メールをお待ちしております。さあ、お待たせいたしました。ワインライブをお届けいたします。お願いキューピッド。この曲は2024年1月3日音楽配信開始予定です。誰かに恋した時の心のときめきを感じる曲です。ぜひお聴きください。少し早めに待っている階段を降りてきたわ。ドキドキしちゃう。どんな声、何が好き、全然わからないけど、ピピッと来たのよ。あなたに恋しちゃったの。不思議だと思わないの？イライラしちゃう。
もありがとうございました。はい、日本典礼からのインフォメーションです。葬儀のことで悩んでいませんか？日本典礼では明確な費用の提示、親身に丁寧で分かりやすい説明、そして日本典礼の開館使用料は無料とするなど、安心してご依頼いただける葬儀会社です。葬儀のことで悩む前に、ぜひ一度足立区矢在家の日本典礼にお越しください。続きまして、人形供養のご案内です。今年も12月16日に人形供養祭を開催いたします。家族同然のように愛され、毎日お子様の成長を見守ってきたお人形や、真心を込めて作られたもの、大切にされてきたお人形には感謝の気持ちを込めて丁寧に供養してあげたいものです。皆様、日本典礼の人形供養祭にご参加ください。さあ、お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。ライターの上田隆さんです。本日のテーマは、本当に質の高い仕事をするためにです。上田さん、こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。まずは自己紹介をお願いいたします。私、足立区でライター活動をやっております、上田隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速です。本日のテーマが、本当に質の高い仕事をするためにということですが、この質が高いっていうのはどういうことでしょうか？そうですね、ライターって言いますと、インタビューは主な仕事なんですけれども、でそのインタビューする際に、その人の一番こう、本質的なところっていうか、大事にしているところを、聞き出して、でそれを丸ごと聞いて文字にするというのが、いい仕事だと思っています。でそれはどういうことかっていう話ですけれども、要するにこう、肖像画を描くイメージがありまして、で肖像画っていうと、表現ですね。で、だからその人の一番こう考えてる感情とか、大事にしてるところをもう引き出して、そのこっちで組み立てるっていうことですね。でその人のいろんなエピソードをこうやって前後にしてみたりとか、削ってみたりとか、でそういうこう、削りながらこうその人のこう像を作っていくっていう。でそれがもううまく描けると、その読み手にこうスッと、なるほど、心に入っていけるっていうか、そういうイメージをしています。質の高い仕事というのは、そういう過程があって、で最後に出来上がった作品が、読み手がスッと入っていくっていうところですね。そうです、そうです、はい、なるほど、だそのためにはやっぱりその、ドラマとしてもこうスーッと読めるような感じで、工夫しないといけないんですけどもね。で逆にそのそうですね、あとはやっぱりそのインタビューする人をこう尊敬する、尊敬するっていうことなんです。で何て言いますかね、その人の一番いい部分を引き出すっていうことなんで、話を聞くときはその聞き手として批判しないっていうか、なるほど、意見が違うこともあるんです、はい、でもそこはグッと抑えて、その人の価値観のこう海にドボンとこう丸ごと身を入れる感じ、なるほど、なんですね、うんうん、でもその人に染まってもいけないっていうか、その客観的な視点っていうか、であくまでその人と対話をするっていう。でインタビューが終わってから書く時もまた大事で、でその時はその人が喋ったことは全部書き起こすんですね。一字一句、咳とかも、咳もうーとかっていうのを、そうそうなんですね、口癖とかね、へー、そういうのを
まあ、見つつ、その人になりきるっていうか、でその人に同化してからまた見えてくるものっていうものを、見つめるっていう。で書く作業もその人の言葉がそこに残ってるから、その言葉と対話をするわけなんですよ。で対話をするうちにだんだんとこう見えてくる、その人がスーッと立ってくるっていうか、その人のなんか佇まいみたいなのができてくる。でその佇まいが自分の中でできた時に、あ、いい分だなっていう。でそれを、まあ、成功か否かどう判断するかっていうことなんですけれども、書いたご本人が、はい、私こんな私って初めて気づきましたとか喜んでくださるところなんですけれども、その人が自分自身を発見するっていうことが、まあ、その文章が成功したっていうか。で人って意外と自分のことをあんまり見えてないところがあって、その人がわーっと喋りますよね。いろんなエピソードを喋るんですけれども、はい、このエピソードとあのエピソードを作ったつなげた時にその人の本質みたいな出たりするんですよ。でそれは意外と本人は分からない、はいはいはい、聞き手が意外と分かったりするっていうか、はい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 、逆に私は自分のこと分からないですね、はい、だからそのインタビューをするっていう意味ってそういうところにあるのかなっていうか、うんうん、その自分のことが分かってれば、その要するに自分で自伝書けばいいんですよね。でもそのライターって第三者としてその人を描くっていう、そういう、こう意味っていうのがやっぱり最近面白いなっていうかね、うん、そういうのなんか、いい仕事だと思ってますけれども、逆に悪い仕事っていうのは、はい、どんな仕事ですか。私はもう NG で絶対やりたくないんですけれども、はい、まあ、要するにゴシップですよね、うんうん、その人調べもせずに あることないことを書くって、はい、その人を貶める、うん、そういうのはもう本当にもう嫌ですうこういう、まあ、それはまああれなんですけど、まあ、それは自分にはやりたくないなっていう、ふうに思ってます。なるほど、すっごい面白い ね、 ね、そんな深いんだ、勉強になった。本当ですよね、うん、そうすると本日のテーマの本当に質の高い仕事をするために上田さんはどのように取り組まれていらっしゃいますか。そうですね、話せば長いんですけれども、まあ、今までその、ね、雑誌社に 10年ぐらい勤めてまして、まあ、忙しくやってたんですけれども、なかなかその時間がないもんですからね、そういう、こう調べても、もうなんていうかな、もう本当にこうよく考える暇もないままどん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 、原稿を書いては出すという、はい、まあ、そういうのはなんかその自分はあんまり器用でもないんで、それできる人もいるんですよ、うん、でもそれはちょっと自分では無理だなと思って、一旦その会社というところを辞めて、はい、でその自分で書きたいものをちょっと書くフリーランスの立場になりたいなと思ってやってたんですけれども、はい、でいざそのね、フリーになると、まあ、要するにもうね、その日暮らしになるんで、うんうん、もういろんな仕事をもう受けないと食えないっていう。なるほど。ね、うんうん、でそれで、まあ、要するに例えばね、社長のインタビューをするとか、でそのお金もらう部分もあるんですけれども、インタビューに行ってその社長が全くその、理念がなかったりね、要するにもう、はい、金儲けすりゃいいだろうよみたいなそういう人の話を聞いてしまうと、はいはい、それをこううまく書かないといけないというかね。なるほどね。まあ、そういうこう仕事っていうのは、まあ、ストレスがたまるもんですから、うん、でもまあそれで、まあ、10年ぐらい過ごしてしまったと、はい、でこれじゃちょっとそのいけないなと、ライターとしてはちょっとこういう何か区切りをつけないといけないということで、はい、まあ、本当に書きたいものを、書こうと、はい、いうところで、まあ、テーマ絞りまして、はい、で、それを、その自分の思うように書くにはどうやったらいいのかっていうことを考えて、働き方を考えました、はい、でそのライターの仕事を半分にバサッと切って、あ、半分半分に切りまして、あ、ね、まあ、どう食えませんよね。で、うんうんうん、それで、まあ、その短時間で稼げるちょっと高収入の、まあ、警備の仕事とか、なんか、はい、そういうのをやりもって、で、うん、間2週間を、はい、その書きたいものにしたい、うんうんうん、でそれをどう発表するのかということですけども、それを個人ブログで上げると、まあ、無収入の2週間を1ヶ月の中で作ると。でもそれでもまあやろうかということで、うん、まあ質の高いする
まず環境を整えました。なるほど、はい、なるほどなるほど。で何を書くかということですかね。その何を書くかっていうので、まあ、ずっとこう、これは大事ですから、前の雑誌社に、まあ、3ページぐらい企画もら3ページもらって、で、まあ、建築の雑誌なんですけれども、まあ、業界を取材するっていう、はい、まあ、そういうテーマを、うんうん、もら、まあ、自分で提案してやったんですけれども、で、まあ、日本のあらゆる業界を、月1回調べて、それ、まあ、その業界誌の編集長なんですけれども、まあ、そのね、ライターの人もいただろうし、まあ、そういう指揮者の人に会って、まあ、聞くっていうことなんですけれども、でいろいろ取材してみて、まあ、結構子どもの世界が結構大変だなっていうことで、まあ、その学校の取材をしたらね、そういうこういろんないじめとかいろんな問題があったり、まあ、幼稚園なんか取材すると、まあ、アレルギーのお子さんがいるだとか、受験戦争がいっぱいあるとか、まあ、そういうところでちょっと子どもに関する問題を、まあ、テーマに据えてみたいと。で、まあ、足立区に住んでいるんでね、で地元で、まあ、子どもをテーマにしてる、まあ、子ども支援団体さんを、まあ、自分がインタビューして、でそれをまあブログに上げれば、自分のこうテーマもできるし、まあ、取材費も自転車で回れる範囲なんでね、というところでテーマを絞って活動を、まあ、3年ぐらい今続けて今の状態にあるっていうことですね。はい。で、じゃあ、まあ、その書きたいもの、まあ、できましたで、書きたいように書けるような体制も整えて文をアップしましたと。っていうのは、まあ、で今後どうするかっていうと、これはまあいかに書いたものを多くの人に知らせていくかっていう、まあ、ライターの基本中の基本なんですけども、やっとここにたどり着いたっていうのが今の段階ですね。なるほど、なるほど。はい、そうしますと、今現在一番力を入れてる仕事っていうとどうなりますか？そうですね、今も話にちらっと出ましたけれども、足立区内の子ども支援団体さんと、はい、うんうん、ね、インタビュー取って、それをまあブログに上げてると。でこれを今メインの仕事でやってますけれども、まあ、これは、まあ、もちろんね、ボランティアでやってるんで収入にはなってないんですけれども、うんうんうん、じゃあこれのなんか映像を持ってきていただいたんですよね。はい、あ、そう、うん、はい、ちょっと今出しますから、ね、あ、これですね。あ、そうですね、はい、これは3冊分の冊子なんですけれども、はい、これは足立子ども支援ネットさんっていう、まあ、支援団体の一つなんですけども、はい、うんうん、まあ、そこが私のまあブログを読んでくださって、はい、まあ、せっかくだから紙にして、うんうんうん、形にしたらどうかということで、まあ、そちらのその冊子として3冊、まあ、1年に1冊ずつ出して、はい、これ読めるようなものにしてるんですけれども、これはただ非売品なので、はい、それじゃちょっともったいないなということで、うん、最初の1冊目のこの青いやつ表紙のやつと、はい、真ん中の2冊目なんですけれども、はい、Amazon で、読めるようにしていますので、1冊、はい、ちょっとお金出し買っていただければ。あ、はい、なるほど。じゃあ Amazon で、インタビュー足立の子ども支援でやると、はい、出てきます。出てくる。あ、はい、ぜひ買ってもらいたいですね。そうです。で、それと、はい、ブログがありますので、これは全部、今50本書いてるんですけど、全部が、はい、無料で、見れるので、はい、これをぜひ見ていただけたらなと。なるほど。はい、あ、こっちですね。そうですね。これ、あ、これだと、はい、無料で見れちゃう。そうです。はい、うんうん、で、はい。特に3冊目は売ってないですから。そうですね、ね、はい、あれ見たいですよね。そうですね、見たいですよね。でこれはどういうテーマかっていうと、子ども支援ですから、はい、子ども支援に関するあらゆる、まあ、そのヤングケアラーの問題とか、いじめの問題とか、学校の問題とか、外国人ルーツのこと、お子さんのこととか、 いろんなテーマで切ってて、でその支援団体の方がその足立の子どものことに関するその課題とかをすごく鮮明に語られています。でその子ども支援に至るまでのその人のその生い立ちとか、そのまあ、それ経歴とか、それを文字にしています。でどういう人に読んでほしいかっていうと、もう足立区の大人全員に読んでほしいという。なるほど、はい。それとあと分かりやすく書いてるんで、まあ、イラストも書いてるんでね、はい、中学生以上のお子さんにも読んでほしい、うん、でなるほど。そこは何でかっていうと、その職業は
職業とは何ぞやってことも書いてるんですよね、はい、うんうんうん、でその代表の方がそこに至るまでの経緯っていろいろなんですよね、いろんな経歴の方がいる、はい、だからその働くってこういうことなんだとかっていうのが書いてるんですよね、うん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 、でこういう大人がいるんだと知っていただくと、その学校で今なんかその悶々と悩んでる人がたくさんいると思うんですよ。そういうお子さんなんかはすごく私は読んでほしい。なるほどね、はい、うん、ほら2週間かけて、はい、たっぷり時間をかけて、たっぷり考えて、じっくり考えたのがこの作品ですね。そうですね、まあ、一応こう50本書いてるんですけれども、まあまあ、1人、まあ、1本、まあ、2、3人の場合もあるんですけれども、1人につき、まあ、2週間の時間をかけるんですよね、うん、でこれは今まではだいたい1人に、まあ、2、3日でしたね、うんうんうん、まあ、2週間なんてやってたらとても食えないんですけども、うんうん、まあでも、やっぱりそれぐらいの時間をかかるなっていうか、はい、まあ、そういうこう自分で全勢力を傾けて書いた、そういうこうインタビュー集なので、読めばすごく面白いと思います、うん、もうぜひ皆様に見ていただきたいと思います、うん、今画面に出てます、検索で、ね、うんうん、ぜひ検索してこのホームページを見ていただきたいと思います。そしてまたぜひいろいろなことを書いていただいて、この番組に遊びに来ていただきたいと思います。しゅんさん、もう時間になってしまって、もう時間なの？お伺いしたいことがいっぱいあるんですけど、本日はここまでで、またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。ありがとうございました。ライターの上田隆さんでした。ありがとうございました。はい、ワインさんからのインフォメーションです。ワイン配信第1弾、世界で一番の男に、配信第2弾、待っています夢の中で、絶賛好評配信中です。各種音楽配信サービスでご視聴ください。画面上の QR コードからも検索できます。次にワインの CD のお知らせです。ワインの CD はコンサートおよびイベント会場でご購入いただけます。次にワインフェイスブックページのお知らせ。毎日更新していますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。詳しくはワインホームページをご覧ください。漢字で和音、ひらがなでワイン、並べて和音ワイン、検索どうぞよろしくお願いいたします。ワイン&子供ど真ん中プロジェクト、この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本典礼の提供でお送りいたしました。それでは来週火曜日午後6時18時にお会いしましょう。次回までお元気で、さようなら。